少年探偵団は月刊娯楽雑誌少年クラブ2937年に連載された江戸川乱歩作の少年向け推理小説シリーズの第2話目である。前作怪人20面相の終盤で結成された少年探偵団が序盤から活躍する。少年探偵団団長の小林少年の発案で作られた BD バッジも初登場する。 怪人二十面相が登場する。前回捕まった二十面相は自分の部下だと言い張っている。二十面相はアジトの地下に大量の火薬が詰まった樽を用意しており、追い詰められた時は相手を道連れに爆破することを念頭に置いている。本作品の終盤では二十面相が火薬を爆破させ、アジトもロトも炎上になってしまい、二十面相をあと一歩のところで取り逃がしてしまった。 このアジト爆破以降、少年探偵団シリーズで二十面相がアジト爆破しようとする場面が多く登場するが、明智が先回りして火薬を水浸しにしているため、少年探偵団以外はアジト爆破は起こっていない。東京で次々と起きる少女誘拐事件、そして篠崎家に忍び寄る黒い影、呪いの宝石の言い伝えは事実なのか。これらの謎に、 名探偵、明智小五郎と小林少年率いる少年探偵団が挑む。作中の要言時は一寸帽子にも登場する。大量の火薬が詰められた孫ポプラ社、少年探偵団と公文社、江戸川乱歩全集第十二巻では、二つの話に分かれているが、独立した連作や別称の扱いはなく、まとめて一つの長編、少年探偵団という構成である。 各エピソードのタイトルは、講談社江戸川乱歩少年クラブ全集のもの。長野県警が怪人二十面相実験で警視庁に協力している。太平洋戦争により四巻までで観光休止。戦前に観光された妖怪博士までの三巻を戦後に公文社から復刻。乱歩の許可を得て発行のオリジナル単行本は現在絶版。 リニューアルの新装版や文庫が複数あり。ポプラ社初版は時系列では後の妖怪博士より遅れて発売されている。ありがとうございます。